今日までね、ゴリラと子供と一緒にいた。 USG 行ったけど子供まだ小さいから、コーヒーカップとメリーゴーランドとジョーズしか乗れなくて、でコーヒーカップは笑ってたんだけど、その後メリーゴーランドで泣いて、メリーゴーランドでくるくる俺ぼったちの状態でただメリーゴーランド回り続けるっていうめっちゃシュールなあれになって、突然降りれないからさ、そのまたがらせたら泣いたんだよ。またがらせたら泣いたから、またがらせれなくて普通に抱っこした状態で、あの回る円盤の上に俺がただ棒立ちしてる状態でメリーゴーランド終わって、まあでもね、その時に夕方もう6時前とかだったから、多分眠くて腹減ってんのと眠くなったのでちょっと機嫌悪くて、最後にジョーズ乗ろうかと思ったんだけど、ジョーズは多分これまずいなみたいな話になって、多分機嫌的にも多分大きい音とかがやっぱ結構怖いっぽいからダメだなっつって、並んでる途中にやっぱやめて帰った。帰ったっていうか、まああの もうそこ泊まってないからいいんだけど、あの USJ から一番近いホテル泊まってたんだよ。風呂入りながら USJ 見れる。喫煙所が3階にしかなかったんだよ。毎回3階に降りてた。今日ね、酒飲むのが久しぶりなんじゃなくてね、俺昨日イベント終わってペーパービューやって終わった後に飯食いに行って、ホテルに帰ってきたのが夜10時半とか11時とかで、で寝て起きたのが夜の2時で、俺そっからずっと起きてんだよね。だからな、酒うんぬんとかじゃなくてね、普通に眠い。でもさっきまで全然眠くなかったんだよな。バロでタコ負けした瞬間すげえ眠くなった。体は正直だ。たこ焼き食わんかったな。でも最終日に串カツ食ったな。そしたら串カツ屋の店員さんがなんか知ってる人だった。まああとそう、今だ、まあ、つか言ったか、俺 USJ から一番近いホテル泊まってたんだけどさ、マジめちゃめちゃ喫煙所で声かけられたわ。 USJ の中に入っちまったらさ、もう TikTok みたいな人たちしかいなくてさ、なんかすげえ客層全然違くて余裕だわとか思ってたのに、なんかホテルめっちゃ知ってる人いた。出てすぐ右んとこかな、もうなんかあの USJ と半分くっついてるみたいな、USJ の入り口にあるホテルみたいなやつ。あそこの一番階層一番高い、あそこ28階建てなんだけど、28階の部屋良かったぞ。風呂がでかくてな、風呂入ると素っ裸なのに USJ が見えるんだよな。逆に見られ、なんか怖いよね、なんかね、落ち着かないわ、ああいう場所。ユニバーサルスタジオボロンしてた。